F-35 ライトニング2について、アメリカでは主として空軍が通常滑走仕様の A 型、海兵隊が短距離離陸垂直着陸が可能な B 型、海軍がカタパルトで運用する艦載機仕様の C 型を採用しているんだ。現在の日本でも航空自衛隊が運用する予定で F-35 ライトニング2の A 型を105機、B 型を42機の総合計147機を調達する計画が進められているぜ。アメリカ軍と比較すると1桁は少ないものの、世界で2番目の機体数の取得を目指しているみたいだね。そうだね。さて今回はそんな第5世代戦闘機の座を獲得している F-35 ライトニング2について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現行の F-35 ライトニング2が搭載している機関部は、世界初の第5世代戦闘機であり同じロッキード・マーチン社が手掛けた F-22 ラプターに採用されていた、プラット&ホイット2社製の F-119 をベースとしているよ。機関部に関して F-22 ラプターは双発、F-35 ライトニング2は単発と大きな違いはあるものの、前者が搭載した F-119 を単発でも十分に強力なものに改良をした結果、これが F-135 となって同機に搭載されている状況にあるんだって。ただし F-35 ライトニング2は冒頭に述べた通り ABC の3つの型に対別されるため、この機関部の F-135 も厳密には AC 型には PW100、B 型には PW600 という2種類が存在しており、それぞれの用途にかなう性能を持たせているぜ。そうなんだ。AC 型と B 型はどのような性能を持っているの？ B 型の短距離離陸垂直着陸という特性を実現するために PW600 は PW100 に比べて、大型のリフトファンを搭載するなど部品点数やスペースを必要とする複雑な作りを余儀なくされており、機関部の各スペックとしては低くなっているみたい。AC 型の F-135PW100 の場合、推力はドライ状態で 124kN 以上、アフターバーナー使用時には 191kN 以上を発揮し、作戦行動半径はおよそ 1240kN ほどという数値が公表されているよ。これに対して B 型の F-135PW600 は、推力はドライ状態で 120kN 以上、アフターバーナー使用時には 182kN 以上を発揮し、作戦行動半径はおよそ 935km ほどという数値でいずれも PW100 を下回っていることがわかるな。こうした相違は F-35 ライトニング2の機体そのものが各タイプで若干異なる大きさであることで生じているものだけど、それによって搭載可能な燃料の重さにも差が生じているために、AC 型と B 型とでは大きな開きとなって反映されているんだよ。現行の F-35 ライトニング2に関しても、単純に作戦行動半径を拡大したいだけであれば、現在の第4世代機等で上等手段である外部燃料タンクの増設という手法で対応できなくはないが、最大の特性であるステルス性を損なうためにあまり推奨はされないらしい。それでも F-35 ライトニング2の作戦行動半径を広げる必要があるとアメリカ軍が認識している背景には、仮にいわゆる台湾有事が正規したと考えた場合には、現行の航続距離では想定される任務の遂行に支障をきたす恐れがあると見ているゆえであるんだって。これは純粋に現行の F-35 ライトニング2の性能に照らして考えた場合、各種のシミュレーションにおいて予想されうる結果を元に導き出された問題点なんだ。近年では質量ともに増強著しい中国軍に対抗するためには避けて通れない課題となっているってわけだね。またこうした台湾有事を睨んだ F-35 ライトニング2の作戦行動半径の拡大の必要性と並行して、同機の今後のアップデートでも搭載するアビオニクス類が強化されることから、現行の F-135 の電力供給とそれに伴う冷却に関しても解決策が求められているぜ。ここにおいて F-35 ライトニング2が今後搭載する機関部は、これらの大きく3点。つまり作戦行動半径の拡大イコール燃費の向上、今以上の大電力の確保、大電力を確保するために発生する熱の冷却を同時に行えることが目標に据えられているよ。これらに対処する方法としては、現行の機関部である F-135 を改良して搭載するというものがまず挙げられ、既存のエンジンサプライヤーであるプラット&ホイット2社はこれを F-135EEP と呼称してその搭載案をしているらしいよ。ルーツを遡れば前述したように F-22 ラプターの F-119 まで行き着くことのできるプラット&ホイット2社の F-135EEP は、その意味においては実績も確実性も申し分のない機関部と言えそうだが、推奨する声ばかりではないみたいだな。プラット&ホイット2社の F-135EEP を支持しない意見は大きく2点がその根拠とされており、これはあくまで現行の機関部の改良型でしかない動機では、今後の機関部に必要な技術開発の足がかりにはなり得ず、その将来性に疑念を投げかけたものなんだって。
また現在 F-35 ライトニング2の機関部としては F-135 を生産するプラット&ホイットニー社のみが、今後も同様にその地位を1社で独占すること自体を危惧する声も少なくなく、リスクを分散する意味からも現体制からの変革を唱えたものだと言ってよいな。こうしたいわば反プラット&ホイットニー社の F-135EB の声が上がる裏には、対抗馬としてアメリカ軍の次世代戦闘機用に開発が進められているアダプティブエンジン AETP の存在があり、その将来性を背景としているみたい。このアダプティブエンジン AETP としては、ゼネラルエレクトリック社製の XA100 とプラット&ホイットニー社製の XA101 が開発されているが、ことに前者は先行して各種の試験を終えており、実用化にも目処がつきつつあるらしい。ゼネラルエレクトリック社製の XA100 は現行のプラット&ホイットニー社製の F135 に比べて、作戦行動半径でおよそ 30%、燃費でおよそ 25%、冷却効率に至ってはおよそ 50% もの向上を果たしていることが明らかとなっているよ。こうした性能評価を足がかりにしてゼネラルエレクトリック社は XA100 を F35 ライトニング2の代替の機関部に押し、プラット&ホイットニー社がこれまで独占してきた領域に鎖を打ち込もうとアピールを行っているんだよ。ただしゼネラルエレクトリック社の XA100 は F35 ライトニング2の A 型であれば、一部のソフトの調整のみで換装が可能とされているが、C 型ならば搭載する航空母艦の設備について、それに準じたものを追加する必要があるとされるぜ。またもっとも構造が複雑な D 型の場合にはゼネラルエレクトリック社の XA100 に換装するには、物理的な回収作業が必須となるため、同社はもともと作戦行動範囲が最も狭い B 型にこそ必要になるとその意義を述べているが、これを疑問視する声も多いみたい。アダプティブエンジン AETP としては、いずれプラット&ホイットニー社製の XA101 も同様に各種の試験をクリアしてくるのは明らかだが、これらエンジンサプライヤー以外、軍やアメリカ議会は1社での独占は望んでいないらしい。そのため仮にアメリカで F-35 ライトニング2の機関部が、今後アダプティブエンジン AETP へと換装することが決定されても、ゼネラルエレクトリック社とプラット&ホイットニー社とは併用される可能性が高いだろうな。なんとしても自社の XA100 を F-35 ライトニング2の機関部に採用させたいゼネラルエレクトリック社は、もともと同期の開発に参画していたパートナー国や日本のような購入国でもその換装に対応する用意があると述べているよ。ただしこうしたゼネラルエレクトリック社の主張を真に受けることは現実的ではないとみなされており、その開発コストやアメリカの次世代戦闘機用の極めて機密性の高い機関部であることを考慮すれば、リップサービスの寄与でないと見る向きが多いみたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。